狭すぎるよね。いやすごく皆さん一生懸命聞いてくださったんで、なんかみんなに聞いていただく気持ちで歌いました。ありがとうございます。あのソロアルバムのドッポが評判が良くて、はい、本当はドッポツアーをやるはずだったのが、コロナで全然できなかったじゃないですか。あ、そうでしたね。そのパワーがこのロマンスっていうアルバムに全部注ぎ込まれたみたいな感じで、ね、気持ちそうです。今日もこういうやっぱ歌を歌えるシーンがこうやってちゃん与えていただけると、これ本当に嬉しくですね。ありがとうございます。本当今日もすいません、なんかあのエレカシの初期の頃とは人が変わったような感じもしますけど、最近いいですよ。でも元気あって。ありがとうございます。あのなんか一人で誰かのカバーを一日一曲歌おうとかって結構やってたんですか。そうです。あのこのコロナのいわゆるそういうこう緊急事態宣言みたいなのがですね、はいはい、4月ぐらいに出たんですよ、うん、その時こうなるべく人に自粛して会わないようにしようっていうタイミングがあった時に、あのこういうカバーのこう名曲を、日本の名曲もたくさん聴いてですね、それでそれをカバーのこういうアルバムにしたら売れたというか、まあすごいことなんですけど。面白いアルバムで、中井さん、はい、名曲をここまでにしちゃう人ってなかなかいないと思いますよ。いやもうなんかあの全部知ってる曲なんですけど、もう違うものですごい上が斬新でとても素晴らしいと思いました。いいですね。古市君どうでした。宮本さんがもうカバーに収まらないっていうか、元々カバーしようってよく思いましたよ、なんか宮本さんが。ああでもあの子供の頃にやっぱ少年時代というか、すごくあの歌謡曲がすごい流行って、私それ大好きだったんですよね。やっぱバンドでやっぱこうそういう良さと、この歌のよなんか歌を歌いたいってやっぱずっと思ってたんですよ。ジュリーも好きですし、そういうのを、まあ、今回は女性の歌にしたんですけども、そのデビューした冬の花も歌謡曲でしたもんね。本当に今日ともありがとうございました。宮本さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。